ソジは朝鮮半島で製造されている上流種。朝鮮半島古来からの伝統種の一種。日本の焼酎に相当するものであるため、韓国焼酎とも言われる。伝統的に米から作られてきたが、第二次世界大戦、朝鮮戦争後から経済成長期にかけての米不足を契機としてジャガイモ、小麦、大麦、さつまいも タピオカなどので塩分を加えた素地や完全にこれらの原料から作る素地が作られるようになっている。素地は無色透明であり、アルコール度数は20%から45%までと様々だが20%が最も一般的になっており、健康志向からか度数の低い素地が好まれる傾向が1990年代以降に強まっている。その味は、 おっかなどと似ているが、製造過程で砂糖や香料が加えられることもあるので、若干甘めである。また、多くの銘柄で、酸味料が添加されていることも、日本の焼酎との違いと言える。素地とは、中国語の焼酒から来ている。英語のブランデーもオランダ語が語源で、元の意味は、焼いたワインであったことから、偶然に西洋洋の東西で蒸留酒が、 同じような語源を持つ言葉で表されていることになる。伝統的な素樹作りを再現した展示素樹は1300年頃、コマが元王朝の支配下にあった時期に初めて製造された。1256年以降のモンゴルの中央アジア、中東征服の過程でペルシャ人からモンゴル人にアラックという上流種の製法が伝わっていた。アラックは、 中国や高麗など、モンゴル人が支配する各地へも伝わり、高麗の首都、海上の付近にもアラックを作る、上流所ができた。これが、ソジュにつながっている。海上付近では、ソジュはアラクジュの名でも呼ばれている。元は、ソジュを飲んで死んだ人もいるほどにきつい酒であった。製造が難しく高級酒とされ、主に王室やヤンバンのような支配階層に飲まれた。 薬用に飲まれることも多かった。家庭料理集である飲食地味方などに醸造法が記録されていることで民間でもよく製造された。また、観光炉、竹歴香、梨、はじかみシュナと多くの種類の素樹が製造された。これらは雲のスカビで米を発酵させ、マッコリにし、重ねた壺でマッコリを短式蒸留するという方法であった。 日本統治時代に大衆化が始まり、日本から工事カビと連続蒸留装置を用いて大量に生産する方式が取り入れられた。1916年、朝鮮全土で醸造所の数は28,404箇所にも達した。ただ、この時期に梨はじかみ酒など伝統彰子は消えた。代表的なメーカーである人炉は1924年に平安南道田津岡郡で、 小学部が創業した新泉醸造商会が前身で朝鮮戦争で南へ逃れ、1953年にソウルに移転している。安藤焼酒戦後の高度成長期の韓国では米不足が起こったため、1965年から1991年の間、政府は穀物を発酵させたもろみから直接素樹を蒸留するという伝統的な製法を禁じていた。 代わりに、芋やタピオカなど様々な原料を元に蒸留させた、度数の高いエタノールを水と混ぜ希釈し、甘味料などで人工的に味をつけた、希釈式素地が作られるようになった。伝統的製法に対する規制はすでに撤廃されているが、安い素地はなおこうした製法で作られている。韓国政府は、希釈式素地のアルコール度数を35%以下と、定めている。 一方で、地方の素樹業者には、伝統的な上流法での素樹製造に立ち返る、ところもある。軽症北道、安藤市で作られているものは、その代表で、アルコール度数は45%に達する。人路は2007年に7、200万ケースを売った、韓国最大の素樹製造業者であり、その中でも現在のところ、茶味するという畜産で複数回露化していることを売りに、 する製品に人気がある。人路は1968年に南ベトナムに進出して以降80カ国以上へ輸出を行い、韓流ブームを経験した日本などで一時期人気があった。チャミスルを追撃しているのがロッテ7世飲料の種類部門が製造するチョウムチョロームで順調にシェアを伸ばしている。しかし、 ソジは地域ごとに地元ブランドが暗飲されるという特徴もある。1970年代には、ソジ業者の過藤競争を防ぐため、政府は一同一社の原則を定めていた。1988年に、この原則は廃止されたが、地方メーカーが他地方に進出するには困難も多く、各地方の代表的メーカーの地位はまだ揺らいでいない。富山では、 大仙酒造の C1 素樹に人気がある。ペグ、京北県では、金福酒が製造している、ジョーンレイヤー、ホワイト素樹の人気が高く、チェジュ堂では、春ら山素樹の人気が高い。全羅南道及び甲州では、宝会醸造が製造する100、100%自然由来の甘味料を使用していることを歌う一セジ樹に人気がある。また、 キョンボルやチョウムチョロムを作っているトサンロッテ7000飲料の種類事業も元はカンボンドに強いメーカーである。韓国料理とソジビール、ウィスキー、ワインなどの消費が韓国では高まっているがソジは手に入れやすさと安さから現在も韓国で最もポピュラーな種類である。2004年には韓国国内で30億本以上が消費され、2006年には 韓国の20歳以上の成人は一人、平均90本の素地を1年間に消費するという調査結果が出た。伝統的には素地はそのままストレートで飲むものだが、素地の入ったグラスをビールの入った大きなジョッキへ落とす爆弾酒、逆に素地の中にビールの入ったグラスを落とす水素爆弾酒など飲みやすく、良いが一気に回る飲み方もなされる。素地の小瓶は、 韓国共通であり、一貫して緑色の 360ml 入りで供給されている。例外もあり、韓撃産ソジュの瓶は緑色の瓶と同型だが、透明の瓶である。これは、1994年に当時のトサンが発売したグリーンソジュがソジュで初めて緑色の小瓶を採用し、主要販売エリアの間温度にとどまらず、韓国全体でヒットしたため、 競合する他社も相次いで採用したため、今や全てのソジュを扱うメーカーで使用されている。このため、2010年にはソジュのンの共用化協約により、各社でンの形式を統一し、リターナブル瓶を使用している、銘柄単位での利用である。ありがとうございます。